人気漫画、名探偵コナンゼロの日常のコミックス第6巻が発売された。対象コミックスを買うと、トリプルフェイス運転免許証、1003種、プラスシークレット1種がもらえる書店フェアも実施中で、公式ツイッターでは運転免許証がお披露目、写真。ツッコミだらけ、公開されたアムロトールのゴールド運転免許証3種類。これにファンは、アムロさんゴールド免許。いや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 そりゃないわ W、あの運転でゴールド免許なわけあるかよ、5。ルドナのほんと笑っちゃう W、全部揃えないとなどと反応している。同作は、ある時は毛利小五郎に弟子入りする私立探偵のアムロトール、またある時は黒ずくめの組織のバーボン、さらには公安警察の古谷霊として、3つの顔を持つ彼の、本編では明かされない謎だらけの日常を書いたストーリー、名探偵コナンの作者、青山剛昌氏が監修し、作画は荒井隆弘氏が担当している。